はい、皆さんこんにちは、森有です。今日はベルソラーレさんからご提供いただいて脱毛器を使わせていただきたいと思います。これ実はですね、もう2、3ヶ月くらい前にいただいていて、私いろんなところ全身トゥルットゥルなんです。脇とかもう見せたいぐらいだけど、もうコンプラ引っかかりそうだから見せられないんですけど、本当にトゥルトゥルしてるんですけど、ただ抜け目があった森崎、ここだけやってなかったんです。地味にわかる、この地味な産毛はやだ、わやだ、汚い。ということで今日は剃る段階からベルソラーレを当たっていく段階までですね、やっていこうかなと思います。はい、で本体はこちらになっております。すごく清潔感のある本体ですね。でこれでレベルとか上げていったりとか、ここ電源なんですけれども、でここでピッとやるところでこんな感じでつながってて、どこ行った？じゃあこれとこれをつなげて、ほい、つなげて、まずは電源を入れてみましょう。こちらがメインスイッチになっていますので、こちらを5秒ぐらい多分押せばつきます。2、3つきました。ピピピピ打ってます。でこれ光が5段階なんですけども、1、2、3、4、5とあって、で私のこの肌はね、止まっちゃった。私のこの肌は1段階でもいいんじゃないかということで、敏感肌なので、まあ、ちょっと様子を見ていこうということで1からやってます。明るくなっちゃうのでね、サングラスをしたいと思います。ダブルメガネで嫌なんですけど、まずですね、この腕毛をね剃らないといけないんですよ。なのでちょっと見ますね。ではピーしていきたいと思います。まず普通にここに当ててピーってしてます。おお。でも痛くない、全然。シュールですね。はい、あとはちょっとひげとかを剃っとこうか。おう、あ、でも痛くない。ベルソラーレで今二の腕を剃りました。これが今1回分の脱毛になっているので、これを週に1回か2回繰り返してちょっと毛が減っていけばいいなと思います。はい、ということで今回はですね、ベルソラーレの紹介をしたんですけれども、今度から本当淡々とブログのようにやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。 Twitter、インスタのバイオの ID は横に書いてあります。チェックしてみてください。ということで、次回のお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。おやすみなさい。